ロトの文章 sf 漫談バージョン私はですねあの宇宙を旅してましてである時ですねそのちょっと自宅家でですね見てたんですよそのかけらをですねそしたらかけらが光り出しましてでそのかけらをずっと見てたんですがそれでちょっと隕石探しに行ったんですねでそれでか,あのかけらがですね光ったところに隕石があるということで隕石 隕石を発見しましまで私はですねそのその隕石を持ってるとですね空にブワーッと道が出てきたんですねでそれでですね私はその道をこう駆け上がりましてでその道のところが見てたんですよそしたらですね海を見てたらですねオーディンがブワーッと出てきましてねで私はですねそのオーディンに向かってアブテイスブリツボーオーザザビシーと喋りましたそれとオーディンはセブリツボーオーザービシパスボーと言いましてね と振りしてトラ,トライデントをバーッと振ったんですねそうするとですね海がですねブワーッとあの道がブワーッと出てきましてでその道をこうバーッと出てきたところにです、ね、私はですねその杖でこうプッと振ったんですねそしたらですねその道がバーッとなりまして海が陸地になったわけなんですよ私はですね思いましたねねで,でですね OD にででそれすすにね あの話したんですよそしたらですねおじンはパーッと見えなくなりプッと去っていたんですね。で私はですねそれからですねその旅をしましてでずーっとその地図をずーっと旅していってその最後の方に行ったところでですねなんか不思議なもんがあるということでそれで私はですねその不思議なもんにですね「あぶたとぶブぶたとしゃべりまして」。 そうするとですねその不思議なものがブワーッと変則な動きをするんですね。で私はですねそれで「ハブス・ザ・プス・ピス・ボーザ・ザ・ビシス・ァス・ボー」と喋りましたするとその不思議なものがブワーッと消えてですねでどっかバーッと飛んでいたんですね。でそっくそうしたらですねあの地面からですねブワーッと苗木がその木になっていってブワーッとそびえ立ったんですね。うわーこれは 世界樹の木やーって思いましてねでその世界樹の木にですねとえー、3回いや4回かないや6回拍手しましてでそれでですね6回の三四4 6回まあ拍手しましてあのそしたらですね世界樹の葉がバーっと光り出しましてでその世界樹の葉がバーっとその実が出てきましてね その実がバーっと落ちてですねでバッとまたあの木々がバッとそびえ立ちましてで辺り一面がですねあの木が生い茂ったところになったんですねまた冒険に行きましてでそれであのー、ちょっと想像上の動物が出てくるかっていうこの杖に向かってバッと言うたんですね。そしたらですね想像上の動物って言ったら例えばですね ペガサスとかまあそんなのありますけどもでペガサスがほなワわっとしましたらねペガサスがふわっと降り立ちましてでそのペガサスにちょっと乗りましてで私はですねそのペガサスに乗って天に向かって登っていたんですねでそしたらですねペガサスがですね天井でわっとあの、天井じゃない <laughs> 天でばっとなりまして、あの、降りまして で私はですねそのあのそ雲の上を降りてですねふと見てたんですけれどもそしたらですねスイッチがありましてそのスイッチをふーっとそうと触りますとねそしたら雷が雲からバーッと出てきましてで雨が降ってですね陸地がですねバーッとこの雨が降ってですねでバッと陸地が変わっていったんですね。で私はですねこれはこれはどうなんやろうと思いましてね でま、そのかけらのあったロートの紋章っていうやつですかそれがですねわっと一つのかけらになりまして一つの紋章になりましてでその紋章をですねあの天に掲げましたらそしたらですねその雲がですねファーッと辺り一面雲がいっぱいになったんですね。ああもうこういうことかと思いましてまあそれからあの宇宙に行ったんですね。